今日はロンドンでコロナウイルスで犠牲になった方々の記念の、まあ、壁というんですかね、コロナで犠牲になった方々の記念の壁にやってきました。このハートの数だけコロナウイルスで犠牲になった方々がいるということですね。すごい距離ですよこれ。どれぐらいの距離あるんだろうか。まあ優に1キロはちょっとありそうだなっていう感じですね。コロナウイルスに感染して、まあ見取られることもなく亡くなった方々もいたでしょうし、そうですね、特に、まあ、変異ウイルスの影響もあって、特にイギリスは犠牲者が多かったと思うんですけど、まあその犠牲を忘れないという意味でこのように記念の壁が描かれているわけですけども、いやこうやって見るとちょっと衝撃ですね。いやー本当に2年前にはこんな風になるとは全く想像もしなかったですけどね。まあ、いろいろな思いを持ってここに書いている方々がいらっしゃると思うんですけど、もちろん何よりも一番は追悼という意味でしょうし、あとはやっぱりこう議事堂が、まあ、政府の中心地が対岸にあるわけですけど、政府の失策に対してこうちょっとこうデモ的な要素で描いてるということもあるようですね。なんといい、なんか過去にあった遺跡とか歴史のものっていうのを見て回ることはありましたけど、この現代で今も猛威を振るってるウイルスのに関するこの犠牲の記念碑っていうのは何とも言えないですね。まあ今の自分自身に対しても警鐘を鳴らすというか、まあ、考えさせられますし、今とこれからもうなんか本当に真剣に考えさせられる、そのような場所ですね。まだこの記念の板も新しいですね。なんとも胸が詰まる思いですね。まあ、今イギリスはワクチンが非常に普及していて状況が変わってきてますけども、まあ、絶対にこう忘れないという強いメッセージがこの壁から感じ取れますね。果てしなく長い。いやーここはね本当に来なければいけないとこだなと思ってたんですよね。まさに対岸で国の政策が決まっていく、そういう場所ですけれども、絶対にこれを忘れるなよっていう強いメッセージも、感じますね。いや日本でもこういう場所ができるのかな、どうなんでしょうかね。